キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ始まりました、はい、恒例のこの企画、うん、はい、崖っぷち選手です、うん、はい、もうね4回目ぐらいになりますね、この季節が来たね、うん、はい、まあ、これね、うん、まあもうほぼほぼ9割ぐらいの人は、はい、もうずっとやってるんで、うん、理解してくれてると思うんですけど、はい、あの1割ぐらいの方がとっちんかんなことをたまに言い出す人がいて、はい、クビになる人を言ってるわけじゃないからね、うん、あ、そうですね、うん、そのもう頑張んないとクビだよっていう人を言ってるわけじゃないんですよ、うん、はい、今年勝負ですよっていうね、うん、まあ、言い換えれば、はい、っていう人の、うん、でも負けちゃっと終わっちゃいますよっていうね、うん、人たちを挙げるっていうね、今年が勝負年、ここを頑張らないと、うん、もう補欠ですよとか、もう二軍ですよとか、うん、今年クビになることはないけども、うん、今年も加工していっちゃうよっていう、未来に向けてっていうね、うん、でも逆にこのチャンスを勝ち取れば、うん、タワマンでね、はい、過去いたから、結構いましたよ、いた、桑原とかね、はい、結構いたよね、うん、何気にね、去年とかも桑原選手は多分もう2、3年前だね、うん、え、去年もね、何人かいたのを覚えてるんですよね、うん、あ、もうタワマンだねっていう、うん、あと、もう保養所みたいにいるとこもいる人もいるからね、そうです、崖とか、もうそういう部類じゃないみたいな、そう、この期間、崖っぷち選手ってシーズン前に選んで、うん、シーズン後にシェアハウスそう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 、崖っぷち選手のその後っていうのをちゃんとね、そうね、やっていくからね、はい、ベテランはシェアハウス、うんうん、ちゃんとあの、サズダギはシーズン終わって検証していくからね、そうですね、シェアハウス行きもあるからシェアハウス行き、うん、か、崖にはいないけど、はい、まだアパートとかの人もいるしね、あ、そうずっと崖にまだ捕まってる状態って人もね、うん、あと落ちたけど違うチームの崖に渡ったみたいな人もいるしね、まあ1年間通してね、年間通して追っかけていきますから、はい、まず最初はね、はい、やっぱロッテで開幕していきたいと思いますよ、今年の崖っぷち選手も、うん、ロッテのね、はい、一番の崖っぷち選手、うん、こちらの選手です、はい、中村翔吾、なんかもう安定って感じしますよね、いやもう本当危ない崖やなこれは、ですか、うん、この今年1年次第で、うん、来年以降の未来がかかってる、はい、本当に、でもこうなんかいつも毎年、うん、そこそこ安定して活躍してる選手ってイメージはあるわけですよ、うん、キャプテンだったりとか、うんうん、どころもう危ない本当に、一歩間違ったら終わっちゃう、それ年齢とかじゃなくて、うん、一歩もう中村翔吾選手が、あ、崖だね、もう今ちょっと揺れてるよ、本当ですか、うん、あの応援が聞けなくなるんですか、翔吾翔吾って、うん、そうだ、まあ台座とかで聞けちゃう、いるかひら聞けるか、誰も聞けるか、はい、危ないよ、それなんでかっていうと、はい、まあ、今年ね、うん、セカンドからサードに、はい、コンバート、うん、ね、藤岡がセカンドに行って、うん、なんか押し出された感もあるんだよね、はい、ちょっとね、うん、なんかいろいろ話聞くとね、はい、サード中村じゃん、うん、まあここまで、はい、不調です、あ、まあ、今この練習試合、はい、うん、シーズン前が、うん、今現状ね、まあ、試合結果見てみると、はい、2月17日から試合で出て、うん、で今日が28日なんだけど、はい、17打席立って、うん、はい、ヒット2本です、お、まあ、でももう開幕に合わせていい立場ちゃうで、崖っぷちだから、はい、去年前とかだと、うん、まあまあ別に調整で、うんうん、開幕に向けていけばいいから、勝負も、いや、そうそう、なんかその、まあ、もう安定してとりあえずスタメンのメンバーではあるから、うん、もうオープン戦とか別に、まあ、去年まではね、うん、部屋の中でコーヒー飲んでたけども、うん、はい、気づいたら、はい、あの崖がどんどん崩れていってて、庭が、うん、はい、今もうアメリカで24億円の豪邸が崖から落ちかけっていう家があるんだけど、はい、侵食されて、うん、その状態、その状態、しかも、はい、安田、うん、上田、うん、ポジションなくなってるじゃん、はい、ファーストに外来るからね、うん、中村翔吾来たら、はい、もう上田と安田行くとこないんだよ、うん、ポジションね、はい、それがまた調子いい今現状、今上田清人選手もじゃあ調子いいんだ、うん、昨日も打ってたからね、うん、上田が21からの3試合で、はい、3試合連続ヒット打ってるから、へえ、あとは、の安田、はい、安田が、ここまでホームランも打ってて、楽天戦でソフトバンクもヒット1本打って、はい、調子いいのよ、あ、確かにそう思うと危ないですね、そしたらよ、うん、
このままもし安田が頑張ったら、はい、開幕サード安田あるからね。ありますね。そしたらここからセカンド行かないじゃん、うん、だセカンド藤岡じゃん、うん、だもう試合出なくなるんだ。そうですね。だそういったところではあ安田選手のあ中村選手の細かい情報が知りたい方、うん、電波に乗せては言えないで里崎ライブでお待ちしてます。お4月ですね。うん、7日かな、はい、だからこう取られる可能性あるから。あそうなんですね、うん、頑張んないと、うん、そしたらもう行けないじゃん、はい、行くとこなくなるじゃん、うん、また藤岡も調子いいしね今、はい、これがあ確かにピンチなのよ、うん、だから今年頑張ればねサードでまた気づいていけるけども、うん、今年もしうまくいけなかったら、うん、もうそこがそっちで安田とか上田がハマっちゃうと、うん、もうどっかの2番手になるから、ね、それはもうなんかいい若手がハマったらそこから使い続けようってなっちゃいますもんね、うん、でしかも去年もね、うん、バッティングの状態悪かったっていうところで、はい、今年もうまくハマらなかったら、うん、ファンの声も許さないじゃん、はい、安田が良かったら安田になるじゃん。なりますね。崖やろ。確かにバッティングが、うん、だからもう言うね悠長にもう、うん、開幕に向けてとか言ってる立場じゃないね、はい、正直今ガンガン打たないといけないですね、うん、安田と上田が来てるからね、はい、これね危ない。おー中村ははい注目ですね、うんうん、続いて、はい、佐藤俊也。おお崖っぷちです、はい、今あれですもんね去年はキャッチャーと、まあ、じゃない、ねうん、ところでもこう半々ぐらいですね出たけどもう、うん、それは、うん、去年、はい、選手層が薄かったからだね、うんうん、で外国人もポランコだけだったし、はい、ってなったところ で、うん、でファーストも固定のファーストの選手がいなかったわけ、うん、だから山口がしたり岡もしたりなんかしながらっていうね、はい、ところでいなかったけども、うん、もうファーストに外が来てるわけ。そうですね。だから外が怪我したりね、うん、全然打たなかったら話は別だけど、うん、まあまあそこそこ普通通り活躍してくれたら、うん、佐藤がキャッチャーじゃない時にファースト守ることないわけ、うん、もしくは DH のポランコがいるからもうキャッチャーで試合出ないと出るとこないんだ、はい、あーそうですね。ってなったら、うん、松川は多分去年使わなかったのは、うん、去年1年間2軍で打席数も増やして、うんうん、無理に1軍置いとくよりもっと成長させるために、うん、あえて2軍に置いてたと思うんだよ、はい、将来のためにね、うんうん、ってなって今年は勝負さすと思うんだ1軍で1軍でっていうかその競争にね、はい、だからもう無理やりでももう絶対あげない。もう教育のために2軍っていうことはないと思うんだよ、うん、よかったら1軍で使いますよっていうところだと思うから、はい、でね佐々木朗希もこの前バッテリー組んで、うん、バックスクリーンホームラン打ってたからね、はい、松川もね、うん、ってなった時に、うん、こうもし松川がうまくはまっていくと、うん、出番ないわけ、うん、他にもいけないわけ、うん、こう危ないね。そうですね。ここでまだ松川はどうなるかまだ分かんないね、うん、まあ、全然もう上がりしかないですよね今のところ。いや上がるかも分かんない。まだこの土から芽がちょっと出てるだけだから、うんうん、こっから咲くのか、はい、そのまま枯れるのか分かんないわけ、うん、でもこれが咲いちゃうと用事なくなるわけ、うん、はい、咲く前に早く自分のポジションをガチッて掴まないとなくなるわけよ、うんうんはい、じゃ去年は田村選手がまあ出てたじゃないですか。結構出てるだけね。あのえでも崖っぷちじゃないんですか田村、うん、崖、はい、え、もう落ちてますけど落ちてんですか。いやだから去年が勝負だったわけよ。あ、まあそうですね、うん、確かに去年そうですね。去年が田村にとったら、うんはい、この人生の分け目の勝負だったわけよ、うんはい、そこをね、うん、行かせてないのよ、うん、1割6分6厘じゃ、うん、もう俺覚えちゃってるもん打率ね新中率に超えてましたもんね1割6分6厘だったら、うんはい、松川でもいいかってなるやん。確かに田村じゃなきゃいけない理由がなくなるじゃん、うん、そうしたらまあ松川選手もしあんまり打たなくても成長させよう経験させようってなるじゃん ね、 であと僕ベテランですけど風格ね、うん、あれやめた方がいいと思う本当。でもなんかこうベテラン感すごい出てますよ。29歳やで。だから田村多分今年30歳やね、はい、今年ね、うんうん、で俺、うん、田村の年、はい、WBC に世界一だから、ね、ああそうなんだ、うん、全然若手だったわけ、はい、いけいけみたいな、うん、今聞いてびっくりしたんだけど、はい、大谷と同級生らしいからね。ああそうですね。同級生だったよね。そうですよ、うん、94年だ、うんうんうん、大谷ベテラン感ある。いやないです、ね、まだちょっと若手感あるやん、うん、どこまで成長していくんやみたいな。若手から今油がすごいいい感じに乗ってる今、ね、イケイケですよね、うん、鈴木誠也も木並ごとそうなんだ。鈴木誠也選手とかもそうなんだ。もう35歳ぐらいの雰囲気で自分からベテラン感を醸し出すことによって自分のポテンシャルを下げてるよね、うん、やっぱそのガツガツ感がどっかでなくなってんのよ、うん、
なんか風格だけ出して、うん、だから自分からねもう転げ落ちてるね崖を。あーですか。そういう風格がベテラン感自分からやっぱ出せるもんなんですか自分で。いやちょっとなんかだっていや長くいるしみたいなこうなんか出すやん曲とかでも出すやんベテラン感出す人って。はい出しますね、うん、そんなでも別に年いったとしても、うん、アグレッシブな若手みたいな人もいるじゃん。いますね確かに、うん、いろんなことして、はい、アグレッシブにやっていきますよっていうパチパチ動いてっている人もいれば、うん、なんかベテラン感出してあああれあれでみたいな、はい、いい人もいるやん、うん、もう成長の妨げでしかないよねベテラン感って、ね、正直、うん、自ら自分からこうやっていかない、うん、だから人からベテラン感って出さへんやん、うんそうですね正直ね、うん、そうか自分が出してるから人にそう見られる、ね、見られるだけであって、うん、周りからベテランですねよベテランみたいな多分そんなこと言われる人はベテラン格好出してないよ、ね、出してないそうですねだからそこがねやっぱ成長の俺は妨げになってんちゃうかと思うんだけども、うん、佐藤も本当に、うん、打てる打てる言いながら、うん、最高打率2割2分8厘なんだよ。あそうなんだ。なんかこうパンチ力あるキャッチャーってイメージだったよな、うん、で、うんまあ、今年が5年目になるわけよ、はいうんうんちなみに俺、はい、大卒5年目で、うん、規定打席には到達しなかったけど、はい、3割1分9厘打ってんの、ね、5年目で、はい、で5年目で定着したの、はい、だから佐藤 もう今年5年目だから大卒で、うんうんうん、勝負だね。そうですね。ここでもうまくはまらなかったら、うん、もし松川が花開いちゃうと、うん、もう本当にベンチウォーマー。そうですね。でしかも他のポジションにも行けないし、はい、いたねーってなるね。ああいたねーみたいな、うんうん感じになってくるから、はい、これはもう崖っぷちの正念場やと思う、うん、はい、そうですね、掴んでほしいですね、ねえ、うん、若いやつに負けて終わりだからね、うん、で、次ピッチャー、はい、ピッチャーの崖っぷちはこちらです、はい、二木浩太。わー、もうとうとう二木投手、まあ怪我からね、うん、復活してきてっていうところで、はいうんまあ、今年も15日と21日、両方投げてんだけども、うんまあ、両方失点してるっていうところで、はいラストチャンスぐらい来るんちゃう今年29歳うーんで去年が怪我で投げてないんですよね、うんうんうん、こう頑張んないとでまだしかも2桁勝ったことないからね。あなんか一番勝ったのが2020年の9勝3敗本当だそうだ、うん、今年本当に勝負かけして、はい、そこそこいかないと、うん、もう、うん、ジエントスもう本当にもう谷間の谷間に投げますみたいな感じのピッチャーになるんで、うんはいね、ローテーションにはちょっと入ってこられなくなっちゃうぞっていう、うん、もう本当今年勝負じゃない、うん、頑張んないと、はい、これはもうかなりねファンの支持層もちょっと下がってきてるから支持率も。ああそうですか、うん、なんかいろいろエゴサすると、うん、しかもこの練習試合も2試合連続失点してるからね、うん、あのそんなもう開幕に向けてとか言える立場じゃないから、はい、逆に2月1日から絶好調みたいな感じで来なきゃいけなかったところで、うん、うまくはまってないからね、うんうんうん、これはちょっと危ないね。そうですね、まあ、今年はね、うん、で続いてねはいもう一人いるんですね、うん、こちらです、はい、鈴木翔太4年目2020年ドラフト1位ドラフト1位ですね、うん、もうそろそろ行かないと、はいはい、ドラフト1位だしピッチャーだし今何年目ですか。4年目今年4年目か、うん、もう4年目なんだ。でも、はい、今、うん、絶好調お2人と違っておあのオープン戦あ練習試合も含めて3試合投げてるけども、はいうん、全部、まあ、1イニングとか、うんまあ、開幕席も1回あるけども、うん、全部無失点です。おいい感じで投げれてるの今、うんうん、こうストレートも角度あるし変化球もいいし、はいうん、あのだからそれを安定的に投げれるようにしなきゃいけないね、はい、このやっぱ波あるからいい時はいいけど悪い時は悪いみたいな感じになるしボール先行していくから、はいまあ、多分このままでいくと多分リリーフだと思うんだよね、うんうん、でもそうなってくるとあと元前がねちょっと粉砕骨折みたいな、うん、怪我しちゃってもう多分今年は多分無理だろうから、うん、そういったところでは、うん、まあねこんなこと言ったらあれだけど鈴木にとってはチャンスなわけよ、うんね、周りが怪我していなくなるってことは、はい、基礎相手がいなくなるからねそういったところではまあここまできっちり結果も残してきてるし、はいね、で昨年左のリリーフはちょっと坂本一択、うん、もしくは中村がね、はい、あのちょっとロングしたりとか買いまたぎしたりもしてたけど、うん、全体的には左ピッチャーがそんな多いわけじゃないから、はい、ここ今年このままの勢いで入っていけると、うん、もうガチッとポジションをつかめるから、はい、これまだダラダラすると、うん、みたいな感じになるやん、うん、勝負やねでも今いい感じだから、はい、おもう勝利の方程式に入るぐらい勝利の方程式には入らへんと思うけど入らないでもまずは1軍に1年間入れる場所を作らなきゃいけないからねそこで信頼を作って、うん、どこまでだから、はい、っていうことを考えると、うんね、
今もうマックスできて、はい、いい形だからね、うん、でも今年ドラフト1位だからそうですよね、うん、1位あそっか去年も13試合なのか、うん、登板ここはもう今年、はい、勝負だね、うん、そうじゃないとまた左取られるからね、はい、ドラフトで、うん、だからロッテはこの、まあ、4人かな、はい、うん、もうね頑張んないと、うん、まあ、井上とかも頑張んなきゃいけないけどもうポジションないですよみたいなね、うん、だから頑張ってるうちに頑張んないと、はい、なくなるからねポジションそうですね若手出ていったらバレちゃいますからねもしくは外国に来ましたとかなるからね、うん、はい、そういったところでは、まあ、この今日挙げた4人はね、はい、今年頑張れるかどうかでやっぱ未来のポジション決まるからね、はい、まあ、結構ファンの皆さんもね注目して見ていくと、うん、そう人生が面白いんじゃないですかそうですねシーズン終わったらタワマンでねコーヒー飲んでてほしいですねそうだねチャンスあるけどね、はい、ありますそういう人たちですもんねうん、うん、落ちる可能性もあるけどそれが崖だから崖っぷちってことですからね、うん、はい、